ンネル東側高校上空を通る屋根付きの歩道橋。延長約80メートルの動く歩道を透明な屋根に車椅子も乗車可能なエスカレーターを備える。広島椅子と商業棟の建物と連結する。春先には桜の名所である七三にここを通って多くの見物客が訪れる。1980年代七三に 博物館建設構想が上がり、その中で駐車場不足を解消するため、広島イーストの駐車場を利用する案が考えられた。1998年3月、段原地区開発及び、七三公園や広島市現代美術館、広島市立漫画図書館への観光客の利便性向上のため、広島市により開通。総工時費17億6000万円。 うち5億3000万円は国の補助金で賄われた。ただ、場所と七三の施設の関係から平日は特に利用者が少なく毎年約2000万円かかる維持管理費に対する費用対効果が悪いため、建設当初からその存在意義をめぐって批判された。2000年代初頭には市に対し行政訴訟が行われた。 2010年8月、市における事業仕分け、事務事業見直し等検討委員会が行われ、出席した委員の満場一致で、廃止の意見でまとまった。その後、撤去費用をめぐって、廃止と存続で揺れ、同年10月の全体会議で7人の有識者のうち5人が、存続する方に賛成したため、2011年以降も、存続が決定した。ありがとうございます。